はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ブレインマッスル高校、今回は投手でやっていきたいと思います。デッキの方はですね、今回やる気効果アップで、固めてみました。犬木くんのテーブルがやる気効果アップ100とで、マイムラも、やる気効果アップ100で、沢村はやる気効果アップ75だけなんですけれども、35になるとタイヤのエース固有がついてやる気効果アップがつきますと。で、上高ですね、上高もやる気効果アップ100で、カオルちゃんは、40まで解放してますので、やる気効果アップ100がついてますと。で、今回は彼女キャラとしてビビちゃんを連れてきてます。で、金徳関係なんですけれども、ビビちゃんがハイスピンジャイロで、眉村をね連れてきてるので、眉村からは今回ジャイロボールを、手に入れようと思います。まあ、ちょっと金徳がね被っちゃってるので、まあ眉村はねここで、選択ができるっていうところが一つ強みなのかなというところですね。で、あとは、沢村ですね。沢村はね、まあスタミナアタックっていうところはあるんですけれども、わり、かしねブレインマッスル向きの、テーブルになってると思います。まあやる気効果アップもね、固有ボーナスで上乗せされて、さらに筋力ボーナス、そしてタックのパーセンテージも高いというところですね。で、あとは神高はねやっぱりちょっと体力を持ってかれるんですけれども、本当はねここね、神楽坂くんとかをね入れたかったんですけど、神楽坂くんはまだレベル40にはなってないので、今回は神高くんを入れてきました。で、コツ、スタミナ、うん、神高奪三振は欲しいね。まあ能力か、今のうちに変化球ポイントを稼いでおくっていうのもまあ全然ありですね。で、ビビちゃんに関しては、ブレインマッスルだと登場がね結構遅いんですけれども、わりかし定期イベントで評価がガンガン上がってくんで、むしろ練習をね追わなくても全然大丈夫なんじゃないかっていうくらい評価が上がっていきますね。まあ、お守り持ってきてればかなり、安心できるところまで評価上がるんで、まあ、あとは間に合うか間に合わないかだけですね。イベントの詰まりさえなければ大丈夫だとは思うんですけど、上高くんがね若干重いんで、まあ、そこら辺が邪魔してこなければ大丈夫でしょう。まあ、最初の方はねひたすら評価上げですね。やる気効果アップ持ちの人たちは初期評価がねどうしても低いんで、ここら辺をね優先的に評価を上げて早めにタッグを組めるようにというところに持っていきたいですね。メンタルとかで人がいたらやってもよかったんですけど、ここはちょっとみんなばらけてるんで寝ましょう。まああとはね得意練習率アップもかなり有効だと思うんですけれども、今回はねちょっとやる気効果アップで固めてみました。多分ね沢村はねかなりね光ると思うんですよ。ここはコツをもらっておきましょう。上高の強化もめちゃ上がるし、前村やっぱり腰がね2からスタートだからね、ここら辺はどうしようかな。変化球を稼げるときに稼いでおきたい。ここでやる気が下げられるのか。で、カオルちゃんの金徳ですね。まあ大変だったねと、うん、いいポイントをくれる。眉村コツ、夏さんはな抑えておきたいけどな。ポーカーフェイスとかね来るか、来た敏捷ポイントがないのに。で、ビビちゃんと出会って18上がって、どうしようかな。ここはやっぱり変化球でいくか。いや、神高がいるからメンタルでちょっと体力を回復させておくか。で、また練習をしていこう。こいつ何食ってんの。ラーメン、牛丼、ハンバーガー、うん、俺とあんまり変わんないや俺昨日なんて昼飯ラーメン食って夜飯もラーメン食ったからねよし、これでまたビビちゃんの評価が上がるんで、もうお守り持ってきてればさ絶対大丈夫でしょ。ほらほらほら、そう、お守り持ってきてれば基本的に練習しなくて大丈夫なんですよ。で、眉村ここにいるね、ポーカーフェイスは潰せないんでやろう。
ポーカーフェイスが来ないことを祈って、臨床ポイントを稼いだんでポーカーフェイス取ってこう、電池のために。いいね沢村くんで告白来ましたね。早いで、本当はビビちゃんね、告白で体力を回復してくれるんですけど、まあちょっとね体力がほぼマックスに近いんで、まああんまり恩恵はないですけれども。これさ、みんなぬいぐるみに見えるみたいなこと言ってるけどさ判別できんのかね、人微妙にみんなぬいぐるみの形が違うのかな。いや、お守り持ってこなくてもよかったかもね、ビビちゃん。ブレインマッスルでやるときはポカフェス取りましょう。あとはちょっと練習を見つつ評価を上げていかないといけないんで、まあまずはねタッグを組めるとこまで持っていかないといけないんで、そこはね電池を使ってもしょうがないんで、監督もいるし、ちょっと休息やっておくか。奪三振、スライダー、まあいいか。変化球はスライダーを使っていこう。まあ年内はねちょっと電池のためと評価上げに勤しみましょう。うわ、やっぱりね結構きついんだよねこの神高の体力削りが。デートしましょう。そうするとな、ちょっとビビちゃんデートが早めに終わりそうな気もするけど、お前のせいだぞってさ完全とばっちりだよねあの犬。コントロール、神高は乗ったか、犬木、沢村、ビビちゃんしかいないか、どうしようかな。沢村の評価を少し上げておきますか。で、ここもコッツが取れるよね。臨床ポイントが足りたかな。バント封じ、これ臨床使ったよね。ちょっと4-3 ギリ足りる。でタッグがメンタルに来たよね。誰、神高くんがメンタルか。まあ、これは沢村から得点を取っておきましょう。リリースは掴んでおいて、沢村もリリースだけでよかったっけ。ちょっと見てみよう。結構久々だからね沢村作るの。タイピン、リリース投資、クロスファイヤー、玉持ち、精神が余ればね投資とかも。いやポーカーフェイスがあるから投資はあれか、ここがかぶっちゃってるのか。で今電池は結構溜まってきてそうだな。11個か。それでもここはな行きたいけどな、無理だな。デートで回復させよう。早いな、進みが早いなデートの。まあ、あとはハイスピンジャイロね、ちょっと骸骨が確かこの編成だと取れないかな。まあ直撮りするしかないんですけど、変幻自在ですね沢村は。街のゴミ拾い、ちょい回していく、ひらめきをやるために。これは改造に賛成する。おお、精神が強化された。まあ、11個だからね、どうしようか。勝ち運のコツとかがいけそうなのか。ちょっと1回回すか。10個とかだとね速攻でなくなるからね沢村くんがいる、タオルちゃんがいる、どうしようかな。スタミナ、ビビちゃんがいるからここにしておこう。まあ、ラブパワーとかね来てくれれば。おお、いいね。
よし、チームメイト評価アップ。で、カチューン、まあ、もともとカチューンは安いですけれども、あ、これどうしようかな。行ってあげないようにしようか。よし、体力アップ。これでまた練習をしていきましょう。神高はまたコツを欲しいんだけど、よし、いいね、奪三振。奪三振ももう3で掴んじゃいましょう。ブレインマッスルはね、どん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 コツを掴んでいくのが大切なんで。やる気を下げられた。やる気が下がった。ちょっと待って、やる気は上げていきたい。で、ここは体力はあるんで経験点を稼いでいきましょう。いや、カオルちゃんいいね、本当に。で、ビビちゃんがいる。まあ、犬気も乗ってないんで、ちょっとここはやる気を上げるためにいきたいけど、これにするとどうなの。これでちょっとミックスしようか。二刀流トレーニング、パワーヒッターのコツとか言われてもさ、まあいいや。ビビちゃん、やる気を上げてください。ラブパワーが発動すれば一気に。まあいいか。まあ、ラブパワーはね、終わった時にやる気が下がっちゃうんでね。ガンマニア。犬木くんは勝手に進んでいくんだよね、確か。二刀流。パワーヒ。筋力どんくらい使うんだ。2だと多分100くらい使ったよね、確か。一応見るだけ見てみる。野手特殊能力94か、まあ、ちょうど100くらいだよね。コントロールに犬気が来てますと。まあ、カオルちゃんがまだ若干乗ってないけど、ここは本家の犬気でいきますか。で、ガンマニア、これってどんくらい上がったの。まあ、普通か、普通のイベントですね。おいー。野球部ってさ、こんな喧嘩するもんなの。12月の2週デートしましょう。で、3週に練習をしてクリスマスを迎えると。いや、もう3回目だからね、早いね。で、精密射撃、金徳の方ですね。お、これは監督評価、そしてチームメイト評価が上がるんで、やっぱりね、これ最初の方に来てくれるといいですね。カオルちゃん、神高、低めもね欲しいんだけど、変幻自在の緩急も欲しい。監督もいると。カオルちゃん、なんだっけ、カチューンだっけ、あるの。カチューン根性緩急なので、根性を取る精神のね余裕は多分ないんだよね。打たれ強さとかも取んないといけないから。奪三取ってカチューン取って安っ8。で、どうしようかな。守備か、1人か、ここ2人いるけどスタミナだからね。まあ、まだ普通にやっていきましょう。まあ、ハマるときはね、そんなに電池使わなくてもハマるんですけど、ハマるってピタッとハマるね。で、クリスマス、やる気を上げてくれるとすごい嬉しいんだけど、ちょっと年明けから電池をまた使っていきましょう。どんどん。痛えって。これそう簡単に主人公で直せんのか。1人、ここはちょろ回しをしていきます。打球反応が取れそうだね。
まあ、これになったか。ちょっと待ってね。守備守備コントロール、守備守備守備が必要なのか。スタミナ。まあ、いいや、ちょっと今回は、沢村のとこに行こう。沢村はもともと、スタミナなんで、ちょっとどうしようかな。でも、E あるのか、もうすでに。E まで上げとこう。いや、復活取るから大丈夫か。そこまでスタミナ高くなってない。お、OK、OK。柔道受け身練習。敏将が上がるの？受け身なんてさ、あんまり敏将上がんない気がするんだけど。あ、でも素早く受け身を取るっていう練習かな。頼むぞ大吉だいや、いいね、めちゃくちゃポイント手に入るね。一応プラゴをねお借りしてるんで。守備守備かてかさ、敏将ポイントすんげえ溜まってんだけど、なんでカオルちゃんコツどうしようかな。タリトルさ取っちゃっていいかな。で、探求も取るでしょ。回すか。ちょっと止めておく。ここは間違えた。練習に重点をこう急速急速急速とかまあダブルタックってわけでもないからな。急速急速急速を止めて、あと1回回してビーチバレーが発動するか、沢村が守備に来るか、これにしよう何もなかった。それで結局どうすんの。こっちに行くか、こっちに行くか。コツだな、ちょっとコツは抑えたい。やっぱりよし、根性も掴んでラブパワーが発動して、まあ急がば回れで、空気椅子、空気椅子はきつそうだね。空気椅子ってそういえばさ、やっぱ体重とか関係あんのかね。ここ一応ダブルタックが組めるな。ちょい回していくか。もうここは変化球コントロール、なんかいろんなとこにいろいろ来たな。一応止めておく。あ、待って待って待って、5泊6日の極寒雪国合宿が発動してる。これやろう。どれをやろうかね。ほら沢村もね、別に変化球キャラじゃないんですけど、これだけポイントくれますからね。まあラブパワーがあるっていうのはあるけど、ここでいくか。いや、やっぱりね、やる気効果アップでプラスラブパワーが発動してるとかなり伸びますね。で、そういえばピッチャーってさ、金徳何もらえるんだっけ。ひらめきの一覧に行きましょう。一番下の方にあるのかな、金徳関係は。街道か、街道無理だわトレイン、眉村、上高、眉村もちょっとコツが欲しいけど、低めも欲しいよね。まあ、低めはね、そんなに高くないとはいえ、まあ、コツがあった方が全然いいのは当たり前なんで、神高もありだけど、スタミナかどうしようかな。悩むな。急速に行こう。練習。眉村は今スタミナだったのか、あのもらい方は。和太鼓結構長いね、今回ラブパワーいいね。で、変化球、沢村どうしようかな。眉村はスタミナ骨、結構悩むね、これは悩むね。こっち行こう経験点的にはね、まあ、コツを狙った方が全然高いんで、
48もらえるからね。でジャイロボール、ジャイロボールはマジでジャイロボールを取りに行こう。投げたい、マジ投げたい。ロッククライミング、ロッククライミングもきつそうだね。でやる気が下がってしまったか。さてさてさて、ちょっと溜まってきたね。まず能力を整理していこう。140くらいにはしておこう。で変化球はスライダー、スライダーは伸ばそう。これは5で、メンタルに人がいない。さすがに 20% はな、怖いからな。かといってね、次ねバレンタインなんだよね。ちょっとメンタルをやっておきますか。で、バレンタイン、ビビちゃんのねバレンタインは選択肢が出て、で、上の選択肢と下の選択肢になるんですけど、上の選択肢が体力限界が上がってかつ、30くらい回復するのかな。で下にするとめちゃくちゃ体力が回復するという感じになるんで、上でいきましょう今回は。うん、いいね。でコツ沢村、スタミナに2人、3人いればな全然やってもいいんだけど、ビーチバレーをちょっとまた狙ってやりますか。これはこれでいいか。打球反応とカーリング、まあリリースはねもう掴んであるんですけど、まあリリースはそもそも安いんで。変化球ポイント、本当にこいつらの筋力イベント多いな。普通に練習しよう。ビーチバレーで打球反応もね、敏捷を使う特殊能力なんでなぜか敏捷いっぱいあるけどさ、クイックとかね、オネちゃん入れるとクイックが取れるからね、そこはいいですよね。カオルちゃん、カオルちゃんって今何コントロールか。ここに2人いるね。まあ、ちょっとちょろ回しをしながら、どうしようかな。これはちょっとロックしておいて、そこからの野球ボールでバスケ野球ボールでバスケなんてできねえだろそもそもまあ、犬木とかが乗ってくれればいいけど、まあいいかこれで。神高、カオルちゃん、カオルちゃんだな。やる気が若干気になるな。あ、そうか、カオルちゃんは少し低めなのか。で、リリーフ、監督強化とか全然上がってない気がするんだけど、ここはしっかりとスライダーで抑えよう。まあ、球速はとりあえず140あればなんとかなるよね。スライダー6にしよう。まあ、コツをつかんでるんでね、レベルを上げれば上げる方が得になるんで。先発俺じゃないよなって言ってたやつだけど、1・2塁、俺のスライダーを見ろめっちゃ打たれてるし、取ってくれー、ありがとう一条くん。ゲパピオンだマジか、パピオンってアベレージヒッター持ってたっけおちょっと嫉妬多すぎな。上に集めていこう。よし、これは OKOKOK 眉村、ピッチャー陣の層は厚いからな。ここはもう本当に監督の評価を上げるのが目的だからね。まああとついでにスカウトさんの評価も上がってくれると。カーリング、カーリングとかさそんな簡単にできんの。コツが来てますと。コツじゃないや、あ、タック、ダブルタック来てるね。あー、やる気かな、気になるな。まあいいや、やりましょう。
際遊ぼっかな。デートも別に詰まってるわけじゃないからね、特にいいのがなければ遊ぼっかな。回復しつつ、よし、眉村にアタックだ。文字文字とかさ若干のキモさを感じるよね。眉村と同じ球を投げたい。これ何、流体力学講座で、ここは見守りましょう。見守りたい。これって下がるっけ、体力。あ、下がるね、やっぱり。3人ビビちゃん含めてだけどこれは無理だな思い切って寝ちゃうっていうのもありだよね。まあ、ちょっとここは、いや悩むな。デートを進める、スライダー7にしとこっか。もうスライダー7にしよう。デートしましょう。デートで回復しよう。ビビちゃんはやる気をどうしてくれるんだっけ。わりかし上げてくれるような気がしたけど、これさ、何、ずっと携帯で話しながら待ってたの。うん、やる気上げてくれた、ありがとうございます。お、体力上がった、やった。ちょっと持ち直してきたぞ。で、これはまあ、経験点とかで分かれるんですけど、一番上がビビちゃんの評価が上がりますと。でもう彼女になってるんで特にいらない。で俺が掃除するようにすると、チームメイト評価が上がるんですけど、これも今はもう大丈夫と。だからもうかわいそうだけど、もう何もしなくていいよまあかわいそうなこと言っちゃったけど、しょうがない、心が痛むけど評価が下がるわけじゃないんで、特にここはないんで、ちょろ回しをしていきますか。変化球の神髄、あとは投球の神髄だった。変化球の神髄じゃねえや。いや無理でしょ、伸びとかだってさ、ないよ、伸びないとマジ街道無理だからね。しかも街道はさ、やっぱりね、コツ5で取りたいよね。街道持ちを入れてくるっていうのもありかな。そうすると、いや一応やろう、一応。まあ、ポイントがね50、50もらえるんでね。来たー来てしまった。行くか。犬木くんはポーカーフェイスもあるし大丈夫だな。よし、低め掴みました。これはまあどっちでもいいんだけどな。スポーツにしてみようか。これなんでさ、このさ、主人公の意見が反映されるんだよ。投球の神髄を見ろ。これはって言うけどコツなんだよねおー、これはだ、まさにこれはだ俺が考えた練習にしよう。まあ、メンタルにいるね。どうしよっか。メンタルの回復量が増えるわけじゃないからね。一応回すか。ちょっと一回やって、変化球はさすがにできないから一回もう全部回すか。で、阿波踊り、スタミナスタミナスタミナがすごいな。で、沢村とかもメンタルに来てくれれば嬉しいかな。ポーカーフェイス、まあこれでいくか。少し能力を上げる、また筋力精神どうしようかな。パワーヒッターがあるからな。ちょっとこの際球速は140にしておいて筋力を上げていく。怪我率14か。ちょっとこれも無理だからな。少し回答430の325とか鬼だな。これ無理だ絶対無理だ。低めを取るでしょ。あとは復活ももう取っておくか。
で、ちょっと野手の能力ミートを E にする。ちょっと野手能力上げてくせっかくだから E とかに持っていくとどんくらい技術使うの。くらいか。でさらにパワーでも使うからね。いや技術が足りなくなりそうだな。ちょっともう少し技術を貯めるか、それを見ながら考えよう。そうするとまず投手だ。投手の、低めは掴むでしょ。復活掴むでしょ。これは確定しておこう。でデートしよう。もうハイスピンジャイルもね、結局直で取らないといけないからね。やっぱ二刀流はほんときついよね、作ろうとすると。まあ当たり前なんだけど、経験点が圧倒的に足りない。想像力のんびりか。まあ技術ポイントくれるのは嬉しい。阿波踊りみんなで阿波踊りやんな。アホらしいな。でまた見ていきましょう。一人か、重ならないね。ボーリング、これで変えていこう。よし、特にね人がいないんで。2球種目どうしようかな。多分これ2球種しか取れないよね、経験点的に。どこでやってるこれ。ゲーセン、あ、そうか、ゲーセンの上とかによくボーリング場とかあるよね。体力を削ってくる。この2人とかもな、微妙だな。散ってるね、マジで散ってるね。根性のコツ、これを狙っていくか。まあ根性コツはもう取ってあるんだけどさ。ちょうどスタミナに人が来た。カオルちゃん、ビビちゃんもいるのか。いやでもそれあったら絶対こっちだよね。コツ、キレ、よし。あれ敏捷足りるかなんだかんだで敏捷使ったからな。オッケー、ナイスだー。コーチトレーニング、これはまた頼むぞ。カッキーンまあジャイロボールが手に入ったから良しとするか。 99%、 これは確実に死を招く。チュンチュンが来なかったか。やっぱりな、確定系は5人くらい入れたいよね。で1人だね、不確定は。2人とかいるとね、やっぱりどっちか失敗したりするからね、そこがなかなか厳しい。スタミナ、ちょうど沢村がいるんだね。本家本元のちょっとミックスは見ましょう。みんな散ってるね。ちょっと待ってね、トライアスロンあたりでいこう。イニティとあれがロックされるのか。よし、これで回すか。吸引何にもない。急速にカオルちゃんが来たけど、別にダブルになってるわけじゃないんで、じゃあこれはロックして、知恵の輪これで一回練習するか。結局ね来ないとね、余っちゃうんだよね電池が。といってね、次が体力がないんで、ラブパワーが来てもちょっと待て微妙だぞっていう。どうだ、パーフェクト。よし、精密機械、知恵の輪。いや超苦手だわ知恵の輪とか、絶対できる自信がない。さてさて、一人は寝よう。さあここで次何かいいのが来てくれれば
嬉しいけど。スマホ教官ただのスパルタ教官だな。点数がかなり手に入るけど、コントロールに2人、メンタルはいいわ。コントロール振るか。激流川下り、じゃあこれってなんかさ、あれであった気がするんだけど、チャレンジであったよね。まだ達成してないんだよな。コントロール、そう、こういう風にね、一発で来るとねすごいんだよね。コントロール、コントロールでやると、ビビちゃんか。ビビちゃんをね揃えるのはね難しいんだよね。あの野手の方もターゲットになるんで。よし、これだから、技術がかなり稼げたぞ。二刀流を作るか、やっぱり。よし、ラッパー継続中。これどうしようかな、集めようかな。電池はまだまだいっぱいあるからね。ちょっと一回、激流川下り、これにするとこいつらがロックされるでしょ。よし、行こう。ビビちゃんがちょっときついけど、神高が揃ったらもう行くか。来たね。で、16個か。やろう。ビビちゃん、あ、変化球、そういえばカオルちゃんあれだったね。あ、球速来た。一応ね20ポイントプラスされるんで、うん、いいね。そしてここからね回復してくれると嬉しい。ありがとう。これはよし。やる気を下げるやつだと最悪だけど、ここでやる気が下がったね。これね、ラブパワー中もね、やる気はねちゃんと下がるとねカウントされちゃうんで、常にマックスっていうわけじゃない。そして切れた、一気にやる気が下がった。2人いるんだけどな、やる気効果が今ないからね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、さすがにな。よし、これはやっぱ行こう、パワーを上げよう。どこまで行く？ C まで行ける？行けるね、いいね。 C まで行こう、だって技術もあるから。D にしようで、パワーヒを取ると、よし、これでいい。で、振ってこう。ちょっとコントロールがな、どうなの。パワーチャレとかでたまに使えそうだけどね。一応やる気効果ないんだけど、あー、伸び骨ね。そうか、ここでももらえるのか。解凍とか絶対無理なんだけどな。メンタルに来てるか。眉村を急速に持っていくか。もともとダブルタックになるからね、ここはちょっと使おう。来ない、マジで来ない。これで減ってくんだよな、めちゃくちゃ。眉村変化球とかいい。うお、マジで来ない。ハマる、これはハマったね。マジハマりした。結局来なかったよ。そう、これでマジハマりするからな。またちょっと特殊能力を取って、もう6月だからね、電池を使わないといけないんで。キレは取るでしょ、変幻自在も取るでしょ、精密機械も取るでしょ。ハイスピンジャイロはちょっと取れないか。緊急登板一応取るでしょ。いるのかっていうのがあるけど。さてまあこんなもんか。闘志はね、ポーカーフェイスが消えちゃうし、牽制が取れるか。牽制取ろう。これで神高くん、神高くんは急速、犬吹も急速。じゃあこっちだな。でやる気がないから、一回遊んで6月の3週にかけるか。一応コツは見ておこう。あー、ここでビビちゃんがでも、あー、体力が減るのか。ただとりあえずこのままにしておいて、ここは一回遊ぼう。で6月の3週に全てをかけよう。
ヘッド普通に練習して、よしこれでどっかどっかどっか、変化球変化球、前村はコツがある方だ。悩ましいね、ちょっと微妙だったね最後が。最後が微妙だったから、ここら辺をまた揃えるか。ちょっと待ってね、一回全部ロックを外して、これにするとここまでか。まあ、カオルちゃんが来てもいいしっていうところにはなるのか。伸びコツが来て、激流川下りいいか、もうこれで一応眉村をメンタルに持ってくか。メンタルメンタル、あ、来たね。よし、これで、まあ、電池もいい感じに使ったということでいいでしょう。でビビちゃんがラブパワーにしてくれれば全て OK。 巨大タル転がし、伸び骨、まあ、体力ね一回ここで下がるけど、次で回復するはずなんで、メンタル、犬木くんのコツ、犬木くんのコツにしよう。技術をねだいぶ使ったからね。タイピン、あ、そうか、犬木ってタイピンも持ってたんだ。さてさてさて、ではではでは、精神はいっぱいあるからタイピンはもう掴んじゃおうと。でそれでも街道286だからね、技術の消費も激しすぎるよ。やっぱりこれは伸び要因の持ってきた方が良かったかな。エミーちゃんをちょっと彼女で今度使ってみようかな。まあとりあえずはコントロールな D にしたいんだけど、持っての技術はないし、しかも変化球さ一球種しかないよねちょ待ってまあいいか、神高くんとかいる？いない。じゃあコントロール上げてこう。一球種で挑むのか。まあしょうがない、そういう選手になっちゃったんだから。ここはピンチャンでいくか、どうしようかな。ピンチャンでいくか、いやもうチャンスでいいか。しかもさ、タイピン20丸だけどさ、スライダー7だから変化球伸びないよね、もう。お待たせいたしました。よし、打ってこう、打ってこう。諸星くん、なぜかパワーヒッターだから広角打法を持ってる。広角打法もどうか。ミートがいい。やる気がないとここまでミート小さくなるのか。しかし、ホームランに持ってく。取れるときに取っておこう、姫野くん。清田くん、ミートアベレージヒッター、いいね。矢部くん、ほら、どうでやんすか、矢部くん。あとはもうそのまま。能見くんは本当にね、罰だからね、チャンス。矢部くんの三角とはまた訳が違う。一条。威圧感、あれちょっと打ちすぎた、まだ大丈夫か点を取られてるから大丈夫か。一応投げ切ったは投げ切った、2失点してるけど、まあ、これはね完全にねネタ選手になっちゃったんで、こいつは。コントロールに神高がいるね。よしよしよし、ちょっと変化球ポイント欲しいからね。ありがとうございます、変化球ポイントは本当にありがたい、今は本当にありがたい。カオルちゃんはいない、ネオチュンチュン、 OKOK。 ここもね結構強いんだよね。点を取っていきましょう。さてさすがに一球種だと厳しいんで、フォークにするか。いや、あとそういえばさ、
ツーシームとか欲しいんだよね。あのジャイロボールになってるから、ツーシーム取るか。球速を上げていきたいけど、せっかくジャイロボールだから。甲子園に入ったらピンチャンでいく。共にジャイロボールのね威力を。ブレインマス起動、いいところできた。先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面、打ったこれはね、さすがのパワーだな。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で平林君外れたボール、ここはよく選びました。第2球投げました、打ちました。セカンド左へのこれは完全ゲッツーだ。ブレインマス追加点のチャンスを迎えました。合格打法の威力を見ろ。初球打ち、これはヒットになります。ブレインマス1点入りました。行くぜ、パワーヒッター。さすがだ。活躍したよ活躍したよ、パワーヒッター。よし、とりあえず甲子園には行けた。あとはちょっと変化球を上げていきたいね。犬木が来るね。沢村か。技術をね稼いでおきたいっていうのはあるんだけどな、精神はなもう大丈夫だと思うんだよね。ちょっと足りない部分を埋めていきましょう。ポイント的にはねコツを取った方がいいんですけど、てかこれすごくないか。居抜きすごくないか。しかもさ、ここに来てさ、いろいろと重なると、いや、ビビちゃんもね来てたからね、体力の減りも少しだったし、どうしようかな。やっぱりチャンスでいこう。なんかめんどくさくなってきた。で、ツーシームを取ろう。ツーシームを取って、あとはもうフォークに振ろう。124 2で終わるかな、フォークは。あとなんかある、そもそもコントロールか、コントロール上げてこう。C にはしたい気がするけど、急速にも回したいんだよね、せっかくだから。1234、急速144、145にするか。なんかパワープロ2017のマイライフのミカミックス的な選手になってきたな。まあ、あのねミカミックスはね、天才の入部届け使ったんですけど、ノーアウトランナー2塁という場面で、これは打ってこう。こいつは広角打法持ってるからね、狙ってくる。よしよしよし、諸星くん使えるな。ダン諸星強い。姫野だったらさ、絶対俺の方が強いよね。第3球を投げた、一つ外してボール。バッターよく見ました。9番バッター、俺何番見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。投げた、これは入ってくるか。ちょっとな、4回の俺6番バッターだし。なかなかの上位打線にいるね。でも甲子園のさ、高校生とかだとそうだよね、4番でピッチャーとかそういうのもいたりするからね。いや今も本当にそういうのになってるか分かんないけどさ、ここはスタミナを上げつつ、眉村からコツをもらうんだけど、もらうんだけど、まあいっか、スタミナとかちょうど60だしね。スタミナに回してる余裕はないんだよな。技術精神、ここはもうチャンスでいこう。大丈夫でしょう、抑えられる抑えられる。とりあえず145にはしておこう。で、あとはコントロール C にできそうだね、エピローグポイントとか考慮すれば。で、最終的にポーカーフェイスは外して投手を取るんで、まあ、精神はわりかし使う予定があるでしょ。お待たせ、いいね、ノーアウト。俺だ俺俺、ノーアウトランナー2塁の場面で打ちました。どう取られた。ブレインマッスル、なおもやばい、やる気がなさすぎる、平沼くん。初球を打ちました。頭を越えた、とりあえず1点、よし。点先ブレインマス、もうちょっと点が欲しい。タミくん、パワーはあるけど、ミートが小さすぎだな。まあ、行こう。投げた、これは、ツーシームギリギリだね。危なかった。
ほら打った当たりだ。レフト後輩よしよしよし、走らせて。ボールは中継、ブレインマッスル1点。姫野くん2対0。姫野くんマジ弱い。流し打ちを持ってんのか。第2球打ちました。立ってくるね。ツーアウトランナー2塁に変わります。打順は1番に返って、アベレージヒッター。低めのボール掴んで、これでスリー。ボール球だったかな、手を出してしまった。ブレインマッスル追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁3塁という場面でダンボロボシ。さあ次の投球、低め見送ってストライク。フォークはちょっと無理だから。第3球、これはボール。ボールだね。組みました。カウントは2ボール1ストライク。投げました。さすがだ。強いね。さあダメ押しのチャンスを迎えました。あれ打球が俺外された。俺6番だったよね。だって投げました、打ちました。打球は三遊間へ抜けた。熊谷ヒットを放ちました。平沼君がなマジやってないからな。マインボールとか打ちづらいわ。骨君に変わってる。やっぱスタミナ C だとちょっと厳しいかな。復活の発動条件がよくわかんないんだよね。で最後はさすがにもう練習はできないんで、メンタルに来てるね。沢村くんありがたいな、ここで来てくれるのは。まあ、ただ玉持ちとかもねまだ掴んでないから、俺的にはポイントが欲しかったけど、投手投手のコツはいらなかったわ。潰しとけばよかったな、最後だったから。大西か、これでな。サクッと投げてね、打たれるとねポイントが減るからね。むしろどうしようかな、チャンスでいいか。大西はねほんとやだ。変化球はやっぱ無理だな、2で終わったな。じゃあコントロール上げておきましょう。で投手は掴んじゃおう。あ、ハイスピンジャイロか、足りるかこれ。ハイスピンジャイロの分とフォークの分、これは確保したいな。ちょっとここで試合経験点がどれだけ入るか。ただに先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面は一条カーブ5 5 5 5。第2球こいつマジ強いよな本当に。これは完全なボール球で街道持ちでしょ。ノンストライクです。第3球打った。これはしかしそんなもの俺には効かん。一条はマジ強い普通に。さあ追加点のチャンスを迎えました。帳尻合わせ。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で2人。ここまで2三振といいところがありません。投げました、打ちました。よしよしよし、2人ヒットを放ちました。姫野くんラッキーセブン、ラッキーセブンやったぜ。続いて二塁ランナーのホームイン、ブレインマス。青田くんはアベレージヒッター持ち。ここで打ち崩す。ブレインマス、ダメ押しの追加点が入ります。矢部君も強いからね。伸びのあるストレート、投球これから2球目。打った流し打ち、やばい追い込まれてしまった。投げた、もういやあのフォーク入ってたら絶対見逃してたな。第4球を投げた、完全に外れた。ボール、カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、投げた、打ちました。打ち上げたか、やはり早いな街道ストレート。おお、テンポめちゃ取られた。ひどくないか、自責点いくつ4。いやでもこれで勝ったから20点入ってドラフトもこれは2位かな、2位だね。でポイント入ってエピログ入ればハイスピンジャイロとフォークは取れるでしょう。そして先発にしよう、復活があるからね。パワチャレ用にこいつは取っておくか。そうすると、まあ、パワー C でパワーヒッターがあれば普通にホームランは持っていけるからね。まあ、ミートも D で悪くないし、あ、そうだ、ここ96ポイントくれるのか、超ありがたい。でもうちょっと経験点とかね今回少しネタに走っちゃったから、まあ、7000にいかないくらいという感じで、まあ、何はともあれ、まずはハイスピンジャイロを取ると。
でそこから、変化球はフォークを上げると。でちょっと変化球が余ってるんで、なんか使うのあるかな。尻上がりとかねあっても良さそうだね。そうすると球持ちか、球持ちがバランスよく使える。あと精神的なもの、要所か。ちなみにさ、野手基本、とりあえずまずこれを確定させよう。確定させて、野手基本で、ああミートは C にできなかったか、技術が1足りない、惜しかったな。まずはやっぱり精神使いたいから、尻上がりで94か、あ要所でも99使うか。この2つ取れるな多分。要所取って、でさらに尻上がり取れるでしょう。取れるね、よしこれにしよう。でまだわりかし精神が余ってると。火消しっていうわけでもないしな。先制ストライク、取れるのがないから、そもそもただ贅沢は言ってられないと。じゃあ先制ストライクだな。で敏捷ポイントと精神ポイントが余ってるから、これ上げてこう。呼吸よし、これでいいかな。というような感じで、変化球がねもうちょっとだけ伸ばしたかった気もするけど、でもなんだかんだ言って総編9か、まあ、総編10は欲しかったな。まあハイスピンジャイロに、ツーシームを取って、145のコントロール CC で、パワーヒッター持ちとパワーも C まで上げて、ミートも D まで上げたんで、こいつはちょっとまあ S1 ではありますけれども、パワーチャレ用に、使っていこうかなと、思います。というところで、まあ、ちょっとね途中から、まあ、二刀流用のネタに走っちゃったんで、まあ、投手用の、まあ、ブレインマッスル、まあ、うまくお伝えできなかったところはあると思いますけれども、やっぱりねやる気効果アップが重なると強いっていうのは、分かったと思います。またねちょっとピッチャーの方、今度街道持ちをね、作っていこうかなと、思いますので、まあ、その時はまたぜひ、見に来てください。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。